で、ちょっとした応用なんですが、少し左を早く押すと。ここで左を、ジャンプと同時ではなく、反転を少し早めにするんです。左を押して、左を押してからジャンプするわけです。こうすると、威力が上がるというか、発射地点を変えることができます。では、スローで見てみましょうか。ここですね。少し早めにジャンプすることで、少し早めに左を押すことで、ジャンプする、この最初のロケットですね。ここですね。発射地点が前になるわけです。普通のロケットだったらここが発射地点なんですが、少し早めに左というか十字形を反転させることで、発射地点を前にすることができるわけですね。これで、勢い自体は多少落ちたのかもしれませんが、こんな感じに届くようになります。発射地点が前になることで、疑似的に、威力を上げるというようなロケットの方法もあります。で、これは引っ張りジャンプにも応用することができて、普通の引っ張りジャンプで行こうとすると死んでしまうんですが、同じように反転を少し、反転を早くするんです。左を押してからジャンプするわけですね。ジャンプと同時に左を押すわけではなく、左を押してからジャンプするわけです。こうすると楽に届くようになります。こういったアレンジもあるわけです。こんな感じにいろいろと変化させてみてください。そしたらいろんな、テクニックができてくるんじゃないかなと思います。無重力ジャンプの一つの派生みたいなものなんですが、このように足がついたり離れたりするようなぶら下がりの状態があります。で、足がついた瞬間にジャンプしてやるとかなりの勢いで跳ね上がるんですが、なかなかタイミングが難しいわけですね。全然成功しねえ。成功しねえな。あ、したした。こんな感じにかなり難しいと。じゃあこういう場合どうするかと。こういう場合は足がつく直前ですね。この瞬間。この直前に下ボタンを押してやるんです。そうすると川瀬さんが踏ん張って一瞬時間、ジャンプする時間を作ってくれます。一瞬だけジャンプするタイミングを作ってくれるので、着地する寸前に下ボタンを押して踏ん張ってジャンプすると楽になります。ここから引っ張りジャンプに移行するっていうこともできます。ここですね。着地する寸前ですね。着地する寸前に横押すんですね。この場合は右を押すことで引っ張りジャンプに移行することができると。こうするとかなり強い勢いで飛んでいきます。ポーンとね。これを利用して、ネズミ返しを超えていくこともできます。ちょっと難しいんですけど、このように上下運動を作って、足がつけるような、こうですね、足がついているような上下運動を作って、ここから引っ張りジャンプに移行すると、あれ、ちょっとしました。難しいなぁ。こうですね。こういう風にやっていくと、ネズミ返しを超えたりもします。あまり使ってる人はいないと思いますけど。タイムアタックではこういう使い方もします。ここですね。ここで使うんですね。ここで着地と同時にジャンプすることで飛んでいくと。ただ、かなり難しいテクニックなので、タイムアタック用ですね、こういうのは。ポーンとね、行くわけですね。